い、皆さんこんにちは、特別番組でございます。マジックの話でね、僕とはごめんなさい、私がカタカタと揺れさせてしまいました。いやー疲れましたね。そうですね、さすがに、ジャパンウィークまさかりです。正式に言うとこれマジックオブジャパンだっけ。うんですね、なんか今年はそう書いてあります、うん、あの本当にこれだけね、あの評判がいいと、ちょっといろいろと欲が出てきましてね、はい、今年はですね、あのなんと夏の大会でこれもやっちゃおうかと。いいですね。ただその代わりアンドスとかゲストもすごいとこ来てるんで、うん、混雑するのどうしようかってことをね、また話さなきゃいけないんですけど、うん、ただこの時間帯は、今回ですね、この中日を終えまして、木曜日を終えて金曜日に突入したので、はい、そうです、特別番組としましてですね、マジックオブジャパン、ジャパンウィークですね、これの、中間報告を皆さんにお届けしたいと思います。はい、で、シュート君と、はい、キクティマミーさんと、はい、そして、みゆちゃん。そしてシュート君元気ないから、なおちゃんで今、本番状態になってるよね。そういうことを言ってみましょう。中間報告、魔法を信じる会。魔法信じるかい、もうだから特別編、ね、なんかわかんなかった。今特別編って先に言ったやん、一番最初にね。え、魔法って言ってた。うん、言いました。はい、それで中間報告です。まああと聞いてくれば分かりますからね、はい、感じはね、はい、ということでございまして、正直言って疲れたと思うけど、どうですかこのシュート君、総評として今半分までで。いやー、あのみんな勢いあっていいんじゃないかと思いますけど、うん、はい、それだけ評価はすごく高いですよ。うん、マジックキャッスルは、マジックキャッスルってあのね、評価をね、あの判断するときにやっぱり何種類かの方法があって、うん、はい、行きたいね。まず一番あの、まあ、僕らがお客さんと接するのが一番肌で感じるのが一番早いんですけど、うん、あのまず最初に当然顔を見るのがジャック・ゴルフィンがね、エンターテインメントディレクターで、このブッキングに対して全部責任を持ってくれる立場で、うん、僕を信用して入れてくれた人ですね。それその人 あの反応がまず第一重要なんですけども、うん、それからもう一つあるのが、ホスト。ホスト、うん、ホストはお客さんと接する率が一番高いので。いや、そりゃそうだね。ホストの人たちが気に入ってるか、それがまずあのやっぱりその人たちの声っていうのはお客さんの声をそのまま反映したものと、うん、それからあとフロントデスク。ああ、フロントデスクはお客さん帰る時の最後感想となんで、全体の評価につながるので、興奮してたよね、自分たちが見たやつどれ見たらいいか。そうだから、あの今回の今週はね、まあ、実は 3年目ということで非常にあの期待もされてるとはいえ、やっぱりスタッフがね、最終的にはスタッフがどんぐらい見に来るか、うん、マジックキャッスルのあれね、これ言いたいんだけどね、ターミネーターでも何でも映画って3発目がものすごくさ、実はさハードル高いじゃん、これで終わるかどうか気が。もうだけど今年のはすごいね、4が見えちゃったね、すごい評価高いですよですね。シュート君はほとんど見た、全部見た。ね、まだ三上のを見てないのか。ああ、そうか、うん、それも見てあげてほしいね。見てるんだから、うん、そうですね。だからあとは、うん、それだけですね、三上だけですね。あの俺はね、とりあえず全部見たんだよ、はい、でもそう、あの評価をさせてもらえば、キクティとして見たね、いろいろね、はい、でキクティは今いっぱいいっぱいだもんねこれから次だし、今日だからで、そうですね、うん、キューティー見た感じどうだった、あの印象は、みんなの演技って。どれもすごい面白かったです。普通に楽しめました。うん、うん、まあね、あの面白かった、楽しめたって言うとなかなか難しいんだけど、うん、どんな風に感じたかってところをね、俺なんか言わせてもらえば、桂川新平君、うん、ね、その昔チワワと言ってたけど、今立派な国宝奇襲犬でございます。奇襲犬ですか。立派だよ。でも犬なんですか。まあ一応だから、ね、あのソフトバンクのお父さんになりました。やっぱりワンちゃん生き物ですね。いや、もうすごい、あのね、やっぱりね、あの去年からグレードアップしてることは事実、はい、まあ、ただ相変わらずあのしょうもないこと言ってたんで、昨日ちょっと一発どやしといたんだけど、まあ、あの動画の問題とか言ってたんで、お前だったら外すよと終わりなんだけど、ね、まあそれはいいでしょう、まあね、褒めてあげよう今回、はいはい、うん、で非常に良かったです。あのやっぱり自分なりのものをやってて、あのその自分のこだわり そのナルシストの世界、うんうん、やっぱりナルシストでなきゃいけないところが出てて、あれだけ極端なナルシストは、あのそういう意味ではいいと思うね、キャラとして、うん、でスタンディングオベーションできないんでね、すごく悔しかったんだけど、あれスタンディングの演技じゃないよね、うん、だと思います、うん、そういう感じでした、うん、それでね、あとミュウちゃん、はい、多分あの最終改善点なんか確実にスタンディングオベーションになりますね、あれね、なりますか。あと非常に上手で、今日の日記でも書いたんだけど、今までの女性レギュラー、今まで全ての人間合わせてクロスアップ一番あなたがいい、桁違いにはいいです、はい、ただそのエンディングは昔から持っていくのが下手で、溜めてパッと吐き出すのを昨日ね、アドバイスさせていただいて、はいはい、もう誰もが文句は言わない、これもね、去年とか一昨年と比べて非常に進歩しました、はい、と感じました、はい、であとはですね、パーラーです。三上も最後の演技のところをちょっとアドバイスして、表現の仕方変えたらやっぱパーカー上になりましたね、うんうん、もう明らかに三上の演技っていうのはあのしっかりしてます、うんうん、だからあのすごくあのまだジュニアっぽい印象はあるんだけど、喋り方とか、うん、やっぱ不思議だし、あとゴージャスだし、うん、やっぱ英語もしっかりしてるから、まあ、これみちゃんも一緒だけど、やっぱこれもレギュラーですね、どう考えてもね、はい、そういう意味でやっぱり若手の中では、やっぱ日本の若手とかそういうのキャスト出る中では桁違いに一番上手だなって気がしたね、うんうん、それはもう通説です。ステージクロスアップも含めて彼が一番
やっぱりプロに近いプロでっていう風な感じだね。さあここで次の人を言いたいんですよね、修斗君。はい、若葉ちゃん。若葉ちゃんやばいですよあれやばいね。俺ね、あんなにハマると思わなかった。俺はもう絶対ね、みゆちゃんもね、面白いと思ったけど、今まで歴史上、あのパーラーでスタンディングオベーション、2回目がちゃんとあって、3回目はパラパラの人数だったのに、みんなね、立って、で帰りがけに全員キスしてくれたっていうのどうします。いや、過去に例がない、ね、例がない。で、演技は失敗してるとかいっぱいあるんだけど、関係ないんだよね、あの人の場合ね。関係ない。そう。で俺ね、何よりも特筆するべき点って、あのパレスが終わったグループが流れてきてスタンディングになるってこと。すごいね、うん、もう桂君がもうね、何だろう、要するに驚愕のもとにね興奮して、やばいですよ、あのちゃん、若葉ちゃん、やばすぎますなんていうか、あの際どすぎるとか言わなかったってんだけど、それぐらいに良かったですね。修斗君が動画撮ってても我を忘れて見てしまって動画がおろそかになると言われたんだけど、フレームアウトよくするんですよね。そう、今日も動画撮んなきゃなんないね。でもね、うん、それぐらいのいい演技だったですね、はい、さあそして、下に戻ります。下に行くと本館、はい、マリオ君どうですか。修斗君これ言ってください。なんか本番前もうとんでもなく心配でもうずっとなんかこの1週間ぐらい不幸そうな顔してるんですよね、うん、そうそう、三島由紀夫が腹切る前みたいな顔してる。全然なんか人生終わっちゃったみたいな顔してて、そう、終わっちゃったような感じがして、なんか罰ゲームをやった後みたいな顔してるんですよ。そうそうそう、もうトイレ出る前にさそもそも僕なんかにこんなのまだ早すぎるんだとか言って、そうそう、なんか怒ってましたね。なんかね、見せるデビューじゃないんですよ。終わった後の頭はもう逆入れないの終わった後すごいスッキリしたから、なんなんだあれ余韻に光ってたよね。なんだろうね、日記書こうとか言ってさそんなんですよ本館。おかしい。あのやっぱりね、僕はもともとね、まあ、最後のパレスを残す前に言いたいんだけど、はい、あのいわゆるジャパンウィークとかマジックオブジャパンという限りは、マジキャッスルという中に日本の庭園を作るのは嫌なのよ、うん、簡単に言うとあそこにあの松の木を植えたりとか、うん、ね、ボタンの花探すのは嫌いなの。どうせあいつらがやったってさ、中国人と分かんなくなるんだから、うん、ね、だけど来るマーシャの中には日本の景色を見せたいわけ、でミュウちゃんにすごいアイデア、実はもうプリントアウトしてないから、富士山まだか、そう、最後にルーティン、これは言いたいんだけど、演技やるじゃない、うん、そしてベティーブーがあるじゃない、出すじゃない、そしたらどうもあの皆さんどうもありがとうございましたってさ、まあ、数カードが当たって、本当にね、この日本のジャパンウィーク、これからまだね、あとがありますからお楽しみくださいと、うん、ね、で今年もうこれが最後だったら、また来年も楽しんでいただくために、ね、私アシスタント一同頑張りますってベティーブー出すじゃない、ね、その後に、そう、そしてもしかして日本に来る機会があったら、カリフォルニアと違い素晴らしい景色がありますって富士山の写真出すの。富士山、そう、富士山の写真も印刷してるはずだから、ね、一応ね、出すのね。で、そして皆さんにあのこの富士山とともに日本の素晴らしい雪景色をご覧くださいって言って、今日は皆さんのプレゼントとして一組のカードすべてお渡しください、真っ白と。これやったらドッカン立つでしょ、うん、だから昨日のうちにもう実は三上頼んで富士山の景色を設定してるんだよ、うん、まだちゃんとしたプリントアウトしないで、そしてあのお手伝いいただいた皆さんに、この富士山差し上げますサイン、いいでしょ、うん、やっぱり白いやつをベティーブーでやった時に、あのその後にベティーブーの説明して、全く白くするんじゃなくて、なぜ白くなるかの理由が欲しいじゃない、うん、そしたらあの、ね、日本の、ね、あの世界遺産に登録される富士山ですこれがと、ね、日本に来たらぜひこれを見ながら白い雪とともにお楽しみくださいって言って、うん、今日は皆さんのプレゼントです。富士山のこの白い雪見たらね、かっこいいでしょ、ね、はい、まあ、ということでパレスに行きます。はい、でパレスオブミステリーの話なんですけどね、うん、当たりすぎてやばい、すごいね今年なんか、うん、キャラメルにしにあのキャラメルマシンのね、あのドッカン人気はすごい当たり前なんだけど、うん、ジンボのあの700枚のカードやばいよね、700枚超えの、うん、それにあのチェリー、うん、どのチェリーが一番人気、あ、そうなんだ、顔で人気、ドヤ顔すごいです。だからとりあえず毎回スタンディングオベーションを維持してるとかわけのわかんないあのコメントの定かだったんだけど、あの今は去年は神保にか、昨日は神保に、あ、一昨日は神保に食われて、昨日はあのあそうね、チェリーに食われたらしいです。ああすごい、ね、全てがいいです。はい、まあそんなわけで中間報告ね、私が一方的に喋りましたけど、修斗君、はい、これからなんとケンさんとの打ち合わせ、さあペラプロジェクトが始まります。そしてキクティマミーが始動します。はい、最後にキクティさんどうですか、意気込みを。とにかく頑張ります。そうね、とにかく頑張るしかないね、はい、そして最高の演技を見せてください、はい、実はキクティにもドッカーン仕掛けがねできてます、はい、いいですか、これは日本人の景色を見せるために全ての部屋に仕掛けがあると思ってます。皆さん気が付いてないけどね、プロデューサーが、神高さんからの一言です。それでは一つ頑張ってみましょう。それではさようなら、イエイ。
この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。